高須庵工房の高須庵ですが、うん、サイドキッカーのジキルですが、そのね、地獄楽っていう地獄楽アニメが面白いっておっしゃってる方がいて、うん、たまたまね、うん、そうなんやなって聞いた覚えがあったんやけど、うん、今ジキルさんが地獄楽面白かったっていきなり言い出して、うん、まあ、それ誰かも言ってたわっていうことなんですよ。あ、はい、で僕全然知らないんで、うん、見てないし、うん、まあでも二方向から言われるとね、ちょっと気になるわけですよ。どういう話なんですか、それ。ね、あの忍びの里で育ったガビ丸という、うん、まあ、少年だから、あ、青年。それは名字をなんかブリーフガビ丸とかそういうあれですか。あ、ブリーフガビ丸ではないね。あ、そうですか、うん、何ガビ丸なんですかね。ブリーフガビ丸ではないね。あ、そう。じゃあ何やの。なんでしょうね。股間がガビ丸とかですね。どういうこと。ガビ丸からどういう何を連想してるのか知らないけど、ガビガビ布がガビガビになってるってことなのかなと。パンツ変えてください。忍びの里で育った下ネタを解禁しだしたんかな、もしかして今日。え、なんで2人とも眠すぎて、あんま聞く気ないね。いや、聞く気はあるよ。聞く気はあるけど、ただ単にそんな、うん、あのみんなが知ってる、うん、漫画とかアニメの話を普通にしても、うん、あの誰もこんな辺境の地にそんな普通の情報を求めに来えへんから、うん、あ、なるほどね、ちょっとコント仕立てにしないと、うん、もう定裁成り立たないわけですよ、うん、あの普通定裁を崩すことで定裁を保とうとして、そうですよ、まさにそうです。だって普通の、 あの心理状況みたいなものをこうやったらいいよとかいう話しても、うん、だからってなるわけじゃないですか。だからってだからちょっとあの違う切り口を今試そうとしてる。あ、ここが真骨頂ですから、高須庵工房の、はいはいはい、でそのブリーフガビ丸は、うん、あのどの時代の人なんですか。何時代。多分、うん、江戸時代なんですか、うん、江戸や、うん、それは、ね、現実世界と一緒、そのあのありえない技術とかありえない生物とか出てこない。出てくる、うん、はい、その辺は、うん、まあ、言うたらベルセルクとか進撃の巨人とか、うん、チェンソーマン的ですよ、ね、なるほど。基本的には一人で戦う、いや仲間と一緒に戦うけども、うん、まあ、一人で戦う、うん、デカブツも含め異形の、異形が出てくるんです、ね、出てくる、うん、それ式神とかですか。式神ではない、うん、いや明確に敵が出てくる、うんうんうん、なんかねクリーチャー的な敵が。敵の目的は何なんですか。敵の目的はまだはっきりしない。世界征服とかあの徳川転覆とかそういうあれですか。ではない。だからなんかある島でただただ暮らしてるけど、うん、ガビ丸たちが、幕府からの命を受けて、うん、その島に不老不死の薬を探しに来たから戦うことになる。ああ、なるほど。に忍者ですか、ガビ丸は。忍びの里で育ってますんで。伊賀甲賀みたいな。甲賀よりやったかな。うん、でも甲賀とは出てけへんな。うん、ちょっとこう文字を変えたりしてる。手裏剣とかではなくて、あのなんか術メインで戦ってるね。なるほど、うん、術メインで徳川の将軍も、いやちょっと多分実在しない名前のような気がするな。あ、うん、まあおんねん。将軍10何代やろ。15までおって、いや11、12代って言ってたっけな、確か、うん、なるほど、そういう世界観なわけです、ね、そういう世界観、うん、そのタイトルが気になりますよね。地獄と極楽がこう重なってるタイトルでしょ、うん、どういう意味ですか、それは。それはね、ガビワルたち一行が不老不死の薬を求めて、うん、あるその島に着いた時に、うん、ここは地獄のようで極楽のようで地獄だ、うんうん、って言った。なるほど。ザ・ビーチみたいな話、なんかしかしてザ・ビーチみたいな話、ね、かもしれないな。ザ・ビーチわからないけど、僕もザ・ビーチ見てないんですけど。なんじゃそれ。あのディカプリオが、うん、あのウェイウェイ言ってるディカプリオが、うん、無人島になんかパラダイスや言うてやってたらめっちゃ人死にまくるみたいな映画です。
近いんかな。まあ、何を指して言ったのかというと、その花が咲き乱れてるんですよ、その島には。うん、でも、で、その異形の敵たちは、うん、なんかこんな感じの宗教っぽいポーズをしてるけど、うんうん、装飾とかがものすごい雑なんですよ。うん、こう人間の体してるけど、象の頭ドーンってつけたみたいな。あ、なんかそういう、なんか雑やなって、ちゃんとそういうセリフもある。うん、バフォメット。ヤギの頭。おー、バフォメット知ってるの？知ってるっていうか知らんけど、うん、出てきただけ、ちょっと軽く。何神話やったっけな、なんかな、ヤギの子あるよね、うん、ブードゥー教的な、うん、なんか仏教の格好してるのよ、うん、みんな、うん、で、極楽っぽいけどなんか地獄的やね、うん、っていうセリフがある、うん、それで地獄楽ですかかな。で、その漫画は終わってるの？わからない、漫画はあんま読んでない。あ、3巻ぐらいしか読んでない。アニメはじゃあ、アニメは全部見た、12話。終わるの？終わらん、絶対終わらん、絶対終わらん。いや、3期ぐらいまで。その島からは脱出するんですか？脱出は現状できないことになっているか、するんだろう。ああ、なるほど。その他何かあります？なんかやっぱりチェーンソーマン流行ったじゃないですか。見てないんですけど、まああれ好きやったら、まあ、楽しめると思う、ね、なるほど。あの主人公に迷いがないからさ、うん、テンポはいいんですよ、うんうん、あんまうじうじしないし、うんうん、殺すってたら殺す。なるほど、うん、ルフィみたいな。ああ、そうなんや。ルフィってワンピースのあれね、うん、違うの？わからん、ワンピース見たことない。ああ、マジか。ワンピース俺見たことないんやぞ。レアやな、うん、いや、だからそのワンピースで僕は思うのは、主人公が、うん、あの完璧というか、その、感情移入の余地とかないんですよ、うん、僕からするとですよ、うん、その心理描写とかが僕からするとですよ、うん、まあほぼないと言って過言ではないんですよ。あ、なんかメンタリティみたいなものが普通の人間と違ってて、なんかその振れ幅があんまりないなと思う、ルフィが。なんて言ったらいいんかな、そのまあ超人的なんですよね、描き方がやっぱり、うん、そういう感じかな。あ、一方でガビマルは、うん、心がまるでないようだとされる、うんうんうん、そういう評価を受けてる、うん、主人公なんやけど、うん、でもやっぱり妻がおると。あ、ガビマル子供じゃないんや。なんか妻、少年漫画じゃない、青年、うん、妻がおるから、うん、こんな忍びでこう暗殺とかばっかりしている自分に、うん、あの微笑んでくれたりする妻のために、うん、こう戦薬、不老不死の薬を手に入れて、うん、今は罪人だけれども、そ薬を手に入れることで幕府から無罪とするっていう令状をもらえるから、うん、それを持って帰って無罪 になって妻と一緒に暮らすんだっていう目的で、それが目的で、そう、主人公のね、そうそうそう、動機づけで、そうそう、うん、なるほど。めっちゃ若いねんね、でも、うん、そんな妻のためにとか言うような年齢じゃない、青年漫画やな。ジャンプじゃないってこと？ジャンプじゃなさそうや。面白い。いや、面白い。おすすめである。もうおすすめである。12話しかないからね、言うて1日じゃ見れるし。でも終わらんねやな。いや、絶対終わらへんと思う。2期絶対作ってくれると思う。その島には、島はそんなめちゃめちゃ大きいわけじゃないやろ、うん、普通の島やろ、うん、普通の島やのに、その島から脱出もせずにシーズン1が終わっちゃうと。うん、まあ、そうですか。じゃあ、そういうことで、はい、ありがとうございました。